ランバークル駅まで歩いてみます。掃除終わって掃除してます。割れないんですよね。ああ、また楽譜があるな。これは読みやすいな。これが誰なのかは後で調べましょうか。車ですよね。車をすっぽり包んでます。マスクが出てきました。結構角張ってる。あっちの建物の延長みたいな感じ。半分ぐらい来て、思わずコンビニで休憩させてもらってます。メガネが曇るのを何かしたいな。やっぱりコンビニでちょっと休んで温まると生き返るな。あー、OK。 なんか肩に荷物乗せるのを手伝ってあげました、おじさん。あ、市場、ちっちゃい市場ですね。果物。ウランバートル駅前で、これロシアの国旗なのかな。モンゴルの国旗。ウランバートル駅前です。モンゴルの国旗をこんな近くで見たの初めて。で、正面の中から人の出入りが見れないんで入れないかなと思いながら観察してたら、どんどんこっちから入っていってるんで、行ってみましょうか。寒っ。よいしょ。ものすごい石炭積んでる貨物列車が見えますね。うわ、広くて綺麗。ものすごい綺麗ですね。へぇ、レストランって書いてある。ロシアはてか違うね。英語が入ってる。面白いですね。ファストフードって。メガネ曇ってます。勉強してますね。シューマイみたいなの食べてるな、みんな。ここ間違いしつかない。コンビニが入ってて、コンビニも普通かな。ここロビーみたいな感じ。トイレがある。やっぱロシア推しなのかな。あ、ピア、あ、気づかなかったけどピアノが置いてある。どこ製とかがちょっと分かりませんね。それでここお土産屋さん。あ、モンゴル語の方、若い人はもう書けない人が多いらしいけど、トイレの近くの階段の上がこうなってて、これコインロッカーっぽいけど何やろ。ちっちゃいよ、これ。一個ずつは。何でしょうね、これ。初めて見たな、こんな。ピアノ弾こうとしてる。めっちゃピアノめっちゃ弾く人かなと思ったら全然。それからここがインフォメーションセンターとか。ちっちゃくない、これ。待合室です。ここが銀行の ATM が5台もある。あ、短いやつや。てか雪降ってきてるやん。やべえぞ。めっちゃくちゃいい匂いしてますよ。なんかサクッと食べれるもんあるかな。あった。おー、ハンバーガーがあるな。なんか肉まんみたいなのあったけどな、さっき食べてたの。どれやろ。ちょっと飛んできました。しばらくキグルグランで61円。行きましたね。客室があるってことはしばらく停車すんのかな。これ食べたら行こう。うまい。羊かな、やっぱり。羊ですね。このスープもうまそう。スープ食べてるけどうまそう。うまそう。先頭がもうまるっきり見えないぐらい向こうに。すごいな、重厚。こっち行ってみようか。駅の西側。
こんな蒸気機関車の R3167 なんて自動車をこうつなげているんでしょ。この鉄道はね、どこに向かってるんでしょう。女性のその世話役の方がね、ピシッとこう立ってるんですよね。これ展示されてる蒸気機関車先頭部中古ですね。アナウンスがあって人々がね、駅から出てき始めました。ここに書いてあるのかな。これは後で翻訳しよう。どっか行くんでしょう。ウランバートルか。でも始発ってことか。だから降りてくる人はいなかったのか。なかなか素敵ですよね。いや、よかった。こんなたまたまこの時間に居合わせられるとは。今ですね、日曜日の10時7分、ぎゅうぎゅうですね。皆さん乗り込んでったので、ここは人がいなくなりました。わかりました。行き先スフバートル、スフバータル、モンゴルの東の方ですね。中に人が乗ってて、ボックスシートみたいなところで食べたりお話したり楽しそうです。出発しました。やっぱりあれで引っ張るんだな、機動車。機動車で引っ張るんですね。スフバートルに向けて出発していきました。乗ってみたかったですね。今度調べてチャレンジしてみよう。ということで、もう雪だし、どうしましょうかね。この今日の観光は、広場には行きます。ちょっと乗ってみます。来たやつに乗ってみる。乗ってみましたけどね。どこ行くんやろ。東へ行く場所っていうことを後ろのお兄さん、英語で教えてくれましたね。出発しました。親切な、なんや、機関車がいっぱい並んだ。うわ、なんこれ。もうすでにメガネが曇っててね。鉄道博物館かなんかかな。まだ親切なお兄さんのおかげで、おっと、正しいバス停で降りれました。やっぱり鉄道博物館って書いてあるけど、スティームロコモティブミュージアム臨時休業とは書いてあるけど、鉄道博物館です。ずらーっと、いろんな鉄道が置いてあります。確かに、はい、ここもこれですとか、スノートがもうこういう音が、本当に冬のシベリアの入り口というか、いやーすごいですね。本当にこんなところまで来てるなんて。これですね、建設途中のこれがちょっと見たくて、断熱がすごいんですよ多分。他の建物すごかったです。断熱の具合がバシビシャーって貼ってあって、断熱が全てでしょうね、もうこういうところに住んでるの。